緊急告知です。Hey guys! アメリカの皆さん、こんにちは。知識で美容してる勉強マニアの七瀬です。今日の動画はちょっと緊急告知ということで撮らさせていただいているので、若干違うと思うんですけれども、実はですね、6月10日までですね、皆さんからのファンレターとかプレゼントを受け付けますよっていうようなお知らせの動画です。で、これ皆さんどんなメリットあるのかっていうと、私、皆さんにプレゼントとかお手紙いただいた方全員にですね、お返事を書きます。プレゼントをくれてプレゼントで返すっていうよりかは手紙で返すって形にはなってしまうんですけれども、そういう企画をやろうかなと思います。普段からね、視聴者さんからのこうやり取りとかっていうのが、コメント欄のみっていうことで限られてしまってるので、ちょっとこういう機会を、作ってみようかなと思いました。で、実は昔ね、まだ本当登録者1万人ぐらいの時もそういうファンレター企画をやったことがあったんですけど、その時にいただいたファンレターっていうのが本当にすっごくモチベーションになって、今でもたまにね見たりとか、本当にずっと宝物として撮ってあるんですよ。なんでちょっと私もね、動画作っていく時に気分がこう泣いてしまうこととかへこんでしまうこととかもあるので、そういう時にね本当にすごく励みにさせていただいております。ということで、今回またさらにですね、皆さんに、そういう交流の機会っていうのを持ちたいなと思ったので、そういうお手紙とか物とかも今回は受け付けようかなと思います。で、ただちょっと注意事項がありまして、一つ目が期日6月10日送付分までになってます。これインスタの方に詳しく投稿してるんですが、プレゼントハウスさんっていうところから住所の方ご提供いただくことになったので、今回の企画成り立ってるんですよね。で、6月10日送付分まで私の手元に届くので、そこを気をつけてください。そして2つ目が送れるものです。手紙とかね、そういうのは問題ないんですけど、図書カードとかねあとは物、物については一応一応何でもいいんですけど、ちょっと注意事項がありまして、手作りの食べ物とか冷凍冷蔵の食べ物とか、あと生き物とか生物とか、そういうものは受付ができません。で、一応食べ物に関しては Amazon とか EC サイトから直で送るっていう形であればいいそうです。自分で買ってとかはダメなんですよね。なんでそこちょっと食べ物とか送りたい方は気をつけてください。で、送っていただいたものを私また SNS で紹介しようかなと思ってます。こんなん届きましたよということでね、ちょっとその喜びの気持ちを伝えたいと思います。で、それが YouTube の動画でこうやってお見せするのか、インスタの投稿でお見せするか、インスタのストーリーでお見せするか、ちょっとまだね分からないんですけれども、何かしらの形で届きましたよっていう報告もねしようかなと思うので、ぜひね、まだフォローされてない方はインスタとかの方もフォローしておいてもらえたらと思います。じゃあどういうものを送ろうっていう時に、何でもいいんですけど、例えばお手紙だけでも全然いいですし、あとは、勉強の相談とか、トイックとかの相談とか書いていただいてもいいです。で、図書カードとかでもいいですし、ちゃんと本買いますし、あとは見本とかね、皆さんこの本おすすめですよっていうのを逆に私に送っていただいて、いただければね、そういうのをまたね私も SNS で紹介しますので、あとはアイビーちゃん犬のねプレゼントでもいいですし、地元の広めてほしいものとかね、何でもいいので、そういったものね送っていただければと思います。もちろんね強制ではないので本当にね、そういうやり取りを私としたいなっていう方だけで大丈夫です。ただこういう機会って本当にもう何年間のうち1回あるかどうかぐらいの機会だと思うので、私も結構ちょっと皆さんとねそういう交流をやりたいなと思ってるんですよね。ということで、ぜひね気軽に、本当にもう気に入らないとかそういうのも関係ないので、気軽に参加していただけたら嬉しいなと思います。私の方もお返事を書くんですけれども、ちょっとお返事がこう遅れるかもしれないので、すぐね届かないとかっていうふうに怒らないでください。先ほど言った禁止事項のものを入れないということと、温かい言葉をねかけてくれたら嬉しいなと思います。一応中身確認して安全なもののみ届くという形になってます。また詳しくは概要欄とかインスタの投稿を見ていただければと思いますので、ぜひ参加お待ちしています。では皆さんと手紙のやり取りなどできますように。